急がなくてもいいのよ。してくれたらいいんだ。
ニー冒険団出発。やるべきことはまだまだたくさんある。網を引きに行きましょう。よし。純粋船クレメンタイン船へようこそ。この遊覧船はフォンテーヌで一番重要な壮麗なる都市フォンテーヌ帝域だよ。私は今回の説明役のアイベル。ナビア船のエルファネ先輩ほどは頼りにならないかもだけど、説明役頑張るから、行き届かないところがあったら遠慮なく言ってね。あ、間違えた。到着後お申し付けください。誠心誠意ご対応いたします。だった。本題に戻ろう。この航の目的地はフォンテーヌ邸だよ。ご本、フォンテーヌが誇るイノベーションや今流行りのグルメ、近々行われる大公判、全ての情報はスチームバード新聞にて。連載小説がたくさんあるけど、特に最近完結したばっかりの長編ミステリー、
名探偵ハーロックがおすすめ。最後の最後、ハーロックが本当の黒幕だった助手のヤコバさんとスズラン十字結社で決戦するショーを読んだ時なんか、触覚の震えが止まらなかったな。あれ？ネタバレしちゃったかも。とにかく純粋線の進む方向を見てみて。私たちメルジーヌの故郷のメルシー村はあそこの深い地下のところにあるんだ。そろそろポアソントンネルだよ。よく考えるとこの航路って基本的に乗ってくれる人がほぼいないんだよね。人間って砂漠があまり好きじゃないからかな。フォンテーヌを出入りする主流ルートはリーウェの沈玉の谷を通る道だしね。聞いた話じゃ砂の多いところだとクロックワークマシナリーの故障率も上がるんだって。そりゃわざわざ暑くて乾いた砂漠を通ってフォンテーヌに来ないよね。あ、ごめんね。お客さんがおかしいって言ってるわけじゃないよ。
フォンテーヌ邸へようこそ。足元にお気をつけて。よし、出発だ。
Thank you.
険だ冒険。What?